少し局面に変化が訪れたようです、えー、その背景をこれから詳しく伝えたいと思います東部ドンバス地方ですねロシア全力で押し込む猛攻という状態になってますね、えー、ウクライナ東部のですねまず 2つある州のうちのやや上の方です北の方ですけれどもルガンスク州の主要都市工業都市になりますけれどもセベロドネツクで路上の紫外線が展開されていてロシアが圧倒的に有利の状態になって制圧間際もう3分の2以上をロシア軍が包囲しているという情報が出てきていて本当に 人の命ががどどんどん奪われれてていいくという悲惨なニュースが流れてきてますよね、えー、具体的に言いますとここからイギリスの国防省がですね SNS で出した情報によりますとその今言った主要都市セベロドネツクからわずか40キロしか離れていないんですけれども同じ東部ドンバス地方の隣のドネツクという州の リマンという町があるんですがそこはやはりロシアが制圧したという情報が流れてきておりますここは鉄道の拠点になりまして分岐点になってますだからロシア軍がですねここを落とせばそこからいろんな東部ドンバスのまだ全く制圧できてないところに攻め込めるという形成があるんでしょう川が流れてますから橋がかかってますんでそこを使えるということもあるんでしょう こうやって整理していきますとですねここで局面が少し変わってきたのはルガンスク州のセベロドネツクをロシアが占拠しかかっているそうやって考えるとルガンスクの95%をロシア掌握ということになるわけですね。でその勢い余勢を買って隣のドネツク州ややこしいんですがドネツク州の主要都市今度はスラビャンスクという町にロシアは侵攻したいという思惑で必死に 攻め込んでいいるととう状況だと思いますねこのように東部取り戻してみろウクライナというふうにロシアがここで挑みかかってきているように感じるのはですね何とととしても東部を落とさないといけないいいけこれ逆に言うと裏を返して言うとですね東部を落としてみせてそれを一つの論拠にして停戦を呼びかけるしかないというロシアの苦しい状況も透けて見えてくるわけですね。 まああのウクライナ側から見て言えば西側のこの武器の支援というものが滞らない限りはまだウクライナ圧倒的に優勢というのが全体で見ればあるのでだからそういう意味ではですねロシアは余裕がなくて何としてもこのドンバスを制圧しなきゃという状況にあるんだと思いますえ具体的にもっと言いますと東部ドンバス地方のもうちょっと北上になりますけれどもあのハリコフという 大きな州と町がありますよねそこをロシアは諦めざるを得なかったわけですよ徹底的にウクライナが攻め込んでロシアを撤退させたわけですねだからロシアとしては兵力をドンバス東部の方に集中せざるを得ないここを攻めるしかない一点突破だということになっているんだと思いますウクライナはあロシアが弱いなというふうに見て この東部ドンバス攻めてきた時に正面から行ってみたらウクライナはあれロシアに押されたなというところが正直この局面であるんだと思います。まあ、西側の装備が揃ってそして訓練が取り急ぎ行われて終わるまでウクライナとしてはここは一旦引くしかないとそしてこ着状態を飲むしかないとそして来月6月の半ばからです、ね、反撃を試みようというシラニオになっているんじゃないかという感じですね。 ロシアもやっぱりですね、まだこの東部ドンバスに関しては猛攻を仕掛けていてそれが成功しかかっているわけですけれども一方では間抜けなところもあるわけです相変わらずまずロシア、半導体がありません不足していますサプライチェーン海外から入ってこないわけですからね。組み立てる能力があったって部品が来ないしたがって、まあ、相変わらず情報システムの不備不足というものがあるわけです。だから例えばですね、 6000万円もするロシアはミサイルであのウクライナ南部の主要な港町オデーサのトイレを壊しているというとんでもないわけのわからない攻撃が散発的に行われている面もあるんです逆に言うとロシア軍は集中は東部ドンバスのみということが言えると思いますね。そして この東部ドンバスをめぐって重要なんで、さらに具体的にこう見ていきますとですね、ここ5日間6日間の流れをおさらいしたいと思います。まず24日の AFP が伝えてるんですけれども、その前日になりますから23日になりますが、ウクライナにですね武器の支援をやっている関係国の会合というものがオンライン会議開かれました。そこでですね、例えばデンマークあの国がですね。 えー、対艦ミ,ミサイルこれはあの有名なアメリカのです、ね、凄まじい威力があるという射程がないハープーンというミサイルこれを供与するということを合意を見たとえそれからですねチェコスロバキアかつてのでそれが分かれましたんで分かれて久しいですがチェコあそこがですね、えー、小さな国であるにもかかわらずと言ったら失礼かもしれませんが攻撃用のヘリとかロケットシステムとかそれから戦車を供与するとか具体的なところ20カ国で 合意を見たという形になってますここからはちょっと走ってるかもしれません未確認になるんですが例えばポーランドあのウクライナと国境を接している西側の NATO のポーランドがですね2大隊数千人規模の兵士をウクライナ入りさせたという情報も一部で流れてきております。え NATO 軍参戦というふうにロシアが見て取ったらそこを攻撃したら第三次世界大戦になるんじゃないかという懸念も相変わらずあるんですが一応表向きの理由としてはポーランドはこの23日に関係国会合で武器供与が決まったという合意を見たということに関する具体的なその武器を運搬する時の警護としてつくんだというふうに言っているという情報もあります。あとはですね アメリカに対してウクライナのゼレンスキー大統領もずっと要求していた、まあ、大変な武器ですけどもパトリオット多連装ロケットランチャー こういったものもアメリカがいよいよ準備にかかって武器供与するかというのは情報も流れているんですがここはちょっとクエスチョンにしなくてはいけないのかもしれません断定は避けなければいけないなというふうに自分を戒めています。というのはです、ね、まず一つ言えることはです、ね、20カ国合意というふうにこの23日これが最大のポイントなんですよ20カ国で合意するということは何でそこを強調しなきゃいけないかというと あの、ドイツとフランスが裏切らないように、20カ国で決めたんだからね。というお墨付きを作ってるってことが言えると思います。それはそうなんです。ドイツまあここの番組の中でも再三伝えているように。まあ、ロシアとこのドイツっていうのはナフカい関係がありました。かつてのシュレーダー首相6年勤めましたっけね。シュレーダー、首相ももうズブズブでしたプーチンとは？ それが問題になったりドイツ国内でしています大統領もそういう時代がありましたロシアからですねパイプラインで天然ガスヨーロッパの中でも一番ロシアにその地下資源は依存しているというドイツが腰が重かったわけですね NATO の中ではそれからフランスもあのマクロン大統領再選される前も思い出してくださいいち早くですね えー、プーチン大統領とあの長いどこで作ったか分かんないようなテーブルで向き合う形にして何を話し合ってんだろう肉声すらも聞こえないだろう通訳が入ってるのかとかいろんなこと考えますけどもああやってですねある種のパフォーマンスを フランスのマクロンが見せてこの停戦の朝廷に入るみたいなことをやってて全然うまくいってないというああいう流れがありましたそれはドイツもですね今経済的にも苦しい状況インフレ状況を迎えている国内を引き締めなきゃいけないといった時にいつまでも武器供与でお金使ってられないとかフランスだと同じようなことが言えるんでその20カ国会合というのはフランスドイツと足並みを揃えるんだぞというプレッシャーにもなっていたんですがやっぱり気になるところとしてその23日から6日だった今日29日 9日ですけどもやっぱりドイツとフランスの首脳トップですねだからマクロン大統領とドイツのショルツ首相がですね80分間にわたって電話会談をロシアのプーチン大統領とやりましたそこで何といってもですねフランスドイツという EU の2大主要国の首脳がプーチンに停戦を呼びかけたということがバッと今日流れてきております一斉にこれは一見するとあるいは一文すると いいことでですすよねね停戦要求ですから、ね、そうやってドイツとフランスが出張っていって何かことが進展してくれて一日でもこの戦争が終わって。 人の血が流れないというのはいいことなんですがさらに掘り下げて見ていくとこういうことになろうかと思います、えー、例えばですねドイツフランスのトップが言ったことロシアに突きつけたこととしてあの南部マリウポリの大きな製鉄所アゾフターリ製鉄所で捕虜になった2500人のウクライナ兵がいますねそれをその捕虜を返還しろという要求をしてますプーチンに。であのウクライナのゼレンスキー大統領もかねてよりこの ロシアの捕虜とロシア兵の捕虜とウクライナの兵をロシアと交換しようということも呼びかけているわけですねこれはそういうことが少しでも進展するならいいことですよね。でそれからこれから言うことはですね国連とも全く同歩調になってますけどもドイツ、フランスの首脳がプーチンに要求をしたというのはですね南部のオデーサウクライナにありますね主要の港町大きいところ。 えー、ご存知のようにです、ね、このウクライナっていうのは世界有数の穀物の生産量を誇っているところでありまして小麦トウモロコシ植物油こういったものがあるわけなんですけどもそれを南部オデーサの,あの主要都市からですね国海海に向けて出すことが輸出することが全くできない海上封鎖されてますからロシアに。 この国会をっていうロシアの艦隊がーとこうじ人を並べておりますからあのモスクワという大きな巡洋艦をミサイルでウクライナは撃沈させたということがありましたけれどもまだ海上封鎖は続いているえ国連も言ってますけれども本当に何年にもわたってこの食糧不足というもので世界が苦しむ状況になっていると今言ったような穀物が全然出てこないんでそれに代わらずいわゆる代替品の価格の急騰を招いている開発途上国 アフリカの北部とか南部とかそれから南西アジアとか比較的発展途上で経済的に苦しいところで穀物小麦はもう圧倒的に足らなくなっていると。だから、 このドイツ、フランスの首脳が、えー、海上封鎖を解けとなんとかお願いしたいということをプーチンに言ったってこともいいことなんですけど相変わらずプーチンはまず西側の経済制裁を一部解かないとそんな話には乗れないというふうに押し戻すという相変わらずの押し問答を繰り返してはいるんですけれどもこれはですねもう一つ重要なことをプーチンはこのドイツフランスの首脳に向かって言っています。ここれ以上西側、ももちろんアメリカも含むわけですが、武器供与を増やしていくと、この、 戦いの情勢はやばいことになるぞというふうに脅し返すようなことをしてますプーチンは。これはね当然武器供与を無尽蔵にしてやるんだということを西側が発表してますからどん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 やってきたらロシアもいよいよ思い切ったことに出るぞという一つの脅しですよね。 いろんなことを想像しますよねでもこれは裏を返せばですね停戦にこぎつけたいんだったらその辺りの武器供与の速度を少し緩めることはできないのかいと言ってるような解釈も成り立つわけですよ。だいぶ前になりますけどフランスの,あのマクロンが東部マリウポリのこのロシアが制圧したところと東部ドンバスで一部一部制圧したところこれも含めてですね ウクライナは領土のの、というものこれで領土の割譲で妥協して停戦に持ち込むべきじゃないのかということを持ちかけてゼレンスキー大統領の怒りを買いました。そそれはそうです。国民が立ち上がって2014年のクリミア侵攻以降ロシアとずっと戦い続けているという中で。 もうこれは一つになってウクライナという国家を守るために国民が立ち上がったというその戦争を指揮している戦争中の大統領がですねもう領土で割譲してもうどんどんロシアが攻め込んできたとこは諦めるからこれで停戦しようなんてことを納得するわけじゃないそこでマクロン大統領のフライングともこれは西側でも言われたわけですよ。ところがですねこういう戦況になってきた時にタイミングを見るようにしてフランスとドイツの首脳がですね えー、プーチンと話し合って見せてウクライナのちょい妥協の流れを作ろうと主導しているのかなという見方もあると思います。ですからこうやって考えていくとです、ね、西側は武器供与無尽蔵と言ってましたがちょっとここでタイミング的に一呼吸を置こうとしているんじゃないかドイツ、フランスはもちろんですけどアメリカもです。まあ、アメリカも一気火星にここで勝とうとう いう,ふうに思ったのかもしれませんけどしかしながらですねこれ以上ロシアを追い込んでいくとまずロシアの戦術核これはもちろん多くの専門家がロシアは核は使えないというふうに見てます。これについてては次回お伝えできたらなと思ってますでそれだけじゃなくて戦術核を使われたらもう世界の終わりだっていうことが一つそれからもう一つはですね再三お伝えしているように このロシア軍がへたれだということはです、ね、こんなに東部ドンバスに猛攻をかけていても相変わらず言われていることであって士気が低下しているとかロシア国内でも国営放送を使ってです、ね、ロシア軍はもう撤退すべきだとか戦争をやめるべきだという軍の幹部が言ったりとかいろんなことが起きています。 ままとまってないモスクワ以外のところでも極東地域からも反乱の声が上がってきたりという中でプーチン政権が転覆するんじゃないかこういう流れが早晩起きかねない状況にあって追い詰められたプーチン政権が急速帰って猫を噛む状態で何かしでかすんじゃないかということはこれ、どこがとっても全く得することではないんで。 アメリカなんかはですねモスクワに射程が長くて届くような武器の供与を一旦止めようかなという局面に来ているのかもしれませんそして様子を見る形になってそしてウクライナ軍の準備が整った辺たりでさあ反転攻勢ってい,いうふうになるんじゃないかなという流れもちょっとうっすら見えてきたような気がします。ウクライナ軍というのはですね、 兵士はすすごい数い数るわけで交代要員も含めると2014年の何回も言うクリミア侵攻があってから大いに反省して弱いなウクライナ軍はと思ったウクライナは徹底的に地域の防衛隊含めてでさまざまな軍あるいは軍に準ずる組織を作るアゾフ連隊もそうですけれどもあとは傭兵こういうことも含めるとですね交代要員含めるとなんと国民も含まると思いますが100万人の兵力があるというふうに言われていますウクライナ。一方 ロシア兵はですね亡くなった人あるいはですね逃亡した人あまりにもつらいからって逃げた人も含めるとこれはいろんな情報が錯綜してますが6万人ロシア兵はいなくなったとっいう痛う手があるという見方も出てきているんでこれはちょっと一呼吸でロシアが猛攻しているという流れで西側の武器が一旦止まるかのように見せて来月半ばからさあ満を持して反転攻勢という流れになるんじゃないかなというふうに見られます。私はそう思ってますすだとするとる 長期化は否めないというところはありますけれども反転攻勢の前の今、膠着状態といったところかもしれません。